で当選だ。車盗んだ女の情報をつかんだ。元ハイブ店の裏切り者、ディランだかダリルだかって野郎の未亡人だとよ。居場所はこれから見つけてやるとこだ。何か分かったら教えろ。ああそうする。ミッションの前にもう少し経験を積んだ方がいいわ。
かしたのか。奴らにコニーとベンのことがバレた。何？どうして？わからないが、早いとこ二人を逃がさないとヤバい。そう簡単にはいかないぞ。ファイブデンの追っ手を振り切るには相当早いフォーシーターがないと厳しい。わかった。北部の通勤ルートあたりを狙ってちょうどいい車を探してみる。勝ったら負けた方の車をもらえるんだな。そうだ。歩きやすい靴履いてきたか。帰りの道は長いぞ。やつはアスファルトでは速いが、お前の車はダートとジャンプ向きだ。それを利用しろ。アスファルトでは速いが、お前の車はダートとジャンプ向きだ。それを利用しろ。
歩道をこすっても私は責任取れないわよ。もう少し経験を積むことね。現場の位置はモニターで確認せよ。現時点で詳細は不明。
もう少し経験を積まないと勝つのは無理ね。